レジャース、レジャー木村です。前回同様はね、今回も平成の音楽史、レジャー木村ブレザーズ、平成の音楽史、開幕いたします。前回は演歌でしたね。演歌って本当にセット構成がすごくて、もう下がりもすごいし、上がりもすごかったじゃないですか。今回は打って変わって、こちらの話題です。アニソンいきまーす。はい。90年代のアニソンを二分したこの2組。トゥーミックスはどうぞ、話しましょう、めぐみ。これをやりたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにですね、まず、先にトゥーミックスから、どういう人なのかお教えする前に忘れてました。今回も、継承力です。継承力、よろしくお願いします。はい。いいですよ。いいですか、皆さん。はい、お待たせしました。開幕です。トゥーミックス。はい。95年デビューしました。この二組がトゥーミックスです。なんでこれ漫画かっていうと、デビュー当時この人たちね、顔を出すのを伏せてました。そんな理由です。はい。で、一応曲としては本当に有名な曲が多いんですよ、アニソンの中では。ジャストコミュニケーション。これはデビューシングル。これでデビューしました。Just One Piece Communication ですね。はい。この曲はガンダムウィングの曲でした。本当にもうガンダムウィングったら本当にもうガンダムの中でも名作って言われてる曲、漫画ですか、アニメですかね。で、この曲だとリズムエモーション。これも同じように、第2期のテーマソングでした。あー、じゃあ、フェルレーサムエモーションですね。さっきから英語ですけど、日本人なんで。日本人です。はい。で、この曲は、アニメのガンダムウィングの主題歌で、この曲、ホワイトリフレクション。I feel a love reflection! これね、アニメじゃなくて、映画版のガンダムウィングでした。の主題歌でした。この3曲があるおかげでこの人本当に売れました。間違いありました、それは。ガンダムウィングの上で絶対売れたっていう、この二人さん。ね。で、もう一曲これ、トゥルースってこれね。キャストール、トゥルースってトゥルース。これ、コナンの。名探偵コナンの曲でして、これはですね、この出した当時の、100位内の年間チャート100位内で入ってます。それこそもあれですからね、初回限定で3種類、ジャケットがあって、それは売れますよ、コナンだしね。っていうことでした。一方の、川島めぐみ。この方です。川島めぐみさんですね。はい。この人は、一応、86年声優デビューで、89年 CD デビュー。これはもう昭和時代なんで、スルーします。で、この人、ただ、すごいのが、ある金字塔を打ち出せました。声優初の専属レーベル所持者。専属レーベルというのは、レコードメーカー、もしくはブランド。この当時はメーカーです、会社です。で、こういうことをやりました。いや、すごい人だったんですよ、そう考えたらね、この当時からね。で、他にも一応この人やられてるのが、ラジオパーソナリティ、作詞、エッセイストって、エッセイストやってたんだっていう話です。はい。びっくりしました。ということで、ただ、多分これ、先ほど95年デビューしたトゥーミックスっていうことだったんですけど、96年。だからもう1年後です。トゥーミックス入ってから1年後。この人ですね、初めて曲をブレイクさせたわけです。一応、これよし、ギブアリーズン。傷つくことは怖くないっていう曲ですけど、この曲がですね、最高位9位ってことで、オリコンチャートで入ってます。だから、あの当時、トゥーミックスはでもね、まだ顔を明かしてないんで、今となってはこう、声優ですけど、声優って言ってますけど、声優言っちゃった。それは後で言うわ。で、声優って、の2組で、同時期にいたって、これはすごいことなんです、ほんとこれ。時代も変わったな、なんていうふうに言われても過言じゃございません。ね。で、一応これでブレイクしたって言ってますけど、実はこの時、この曲、スレイヤーの曲なんですよ。スレイヤーってアニメソングの、アニメのスレイヤーズ。林真めぐみって人はリナ・インバースやってました。主人公です。主人公のヒロインやってました。ヒロインやってるし、主役もやって、主演もやって、主題歌もやって、担当ですよ。そりゃ売れますよね。その前から、エヴァンゲリオンとかでも、アヤネミレードもやってますけど、だから、ここに来て、こういう活躍をなさった方なんで、ネームバリューも、上がりました。ね。急に上がったんです、急にね。
まあ、ランマの女のランマがやってましたけどね。はい。で、一応、これですね。あの、ゲッターロングってこれ、これも、この2曲。この2曲も、実はその、2ミックスじゃない、そうですね。スレイヤーズの、オープニングテーマ、エンディングテーマで、本当に植えた曲なんですよ。ゲッターロング。ハラメロモン、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 ハラメロこういう、この曲ね、この曲本当にね、これでもう完全にもう、林原めぐみっていう人はね、生き残ったようなものなんですよ。この曲だって、最高4位で、その当時、もう水木奈々が出てくる前なんで、最高4位っていうのは、声優最高だったんですよ、本当に。という金字塔を成し遂げた林原めぐみ、すごいですよね、この人。っていうことなんですけど、まあ、林原めぐみがここまで活躍してる中で、2ミックス、ピンチを訪れます！ピンチ！ね。まあ、2000年入って、それこそ TMX はまあ、本当にもう、だんだんこう、下になっちゃった部分はありますけど、ただ、その前から、その、トゥールースの前の話もですよ。TMX の当時の所属事務所が、所属事務所、イズムアーティストが、勝手に所属レーベル、まあ先ほど申し上げました、レコード会社を変えちゃったんですってことなんですよ。変えちゃったんですよ。これはね、トゥーミックスの二人もね、このイズムアーティストに対してね、まあ、不信を抱きますよね。結局、後々この人たちは、辞めちゃうわけですよ。この、事務所ね。こんなことあったら、それはしょうがないもありますよね。うん、それは仕方ない。なんで変えちゃったのって。僕、トゥーミックス好きだったんですよ。なんでって、ね、思っちゃったわけです。しかもね、先ほど申し上げた2000年入ってから、ダンサブルサンジョング、まあ、小室とかはよくね、作ってた、ボーイミーズガールとかいろいろ作ってたあのダンサブルソングが、まあ、2000年に入って衰退します。ね。人気衰退です。そうすると、それを得意としたトゥーミックスも当然人気下がりましたよ。悲しかったなぁ、これは。残念、残念。で、これはもう、挙句の果てにこうなりました。トゥーミックス、インディーズデビューしました。もう本当頑張った、最後まで。この二人は。まあ、そういうことで個人で事務所を立ち上げて、それこそ、ねえ、ボーカルの川上みなみさん。これは、ボーカルでした。トゥーミックスの。これも後々ね、徐々に知られて、後々がトゥーミックスのボーカルって、このコランの人だったんだ、高山みなみさんだったんだってことはみんな知ってたわけですけど、高山みなみさんが、その大変な中で一生懸命あったんですよ、こうやって。だけど、ついに、インディーズデビューからの活動停止になりました！あ！くそ！なんでこうなった？悔しい。残念ですよね、本当に。で、一方の、じゃなかった。その前にじゃ失礼しました。で、もう一人のメンバー、長野ジーナっていうね、キーボーディストで作詞家の人がいます。この人ね、重い病気に変わりました。バセドウ病。甲状腺が活発すぎて、体が追いつかないし、という症状なんですよ。で、要はだから、これが起こると、疲れやすくてだるくて、汗を多くかいて、イライラが募り、まあ、眼球突出ってなんかもう、普通、他の人よりは目がちょっと出ちゃうような、そういう病気らしいんですよ。これもう、今となっては、未だに、ちょっと治療法が分かってない病気なんですよね。あー、トゥーミックス終わったー。くそー、トゥーミックス、俺一回でいいからライブ行きたかったよー。くそー。で、この二人、まあ、ここまで頑張ったよ。だって、まず、ガンダムウィングでね、活躍して、それこそ、トゥルースっていう曲を歌って、ものすごい、それこそもう何十万枚と売り上げて、しかも未だにね、この人たち、まあ、尊敬されてるじゃないですか。それこそ、ね、この曲好きだって言われてる、トゥーミックスの曲でもありますよね。伝説です。こうして伝説へ。え？こうして伝説って聞いたことない？はい！どうぞやまして。ね。一方の、林村めぐみさんはですね、めぐね、が、常に、ね、歌手としても、まあ、声優としても、常にトップで、ご活躍なさっております。現在もライブ活動とかもやられてます。まあ、この、声優としての仕事をちゃんとリスペクトしてくれるんであれば、顔も出すというね。いや、声優の鏡の人もいましたね。すごいです。で、一応その後ですね、
大丈夫、やっときました大丈夫。最強の曲ですけど、大丈夫の一つがあります。ただ時代は変わったんで、そういうこと未だに売れてるって意味では当然ね、そうしたら大曲も当然出てきます。これ集結する、集結するそれ抱いて抱きしめても抜け出せないんですね。あ、ちょっとすみません、これ時代がちょっとずれました。こっちが前です。ノーザンライツ、君に届けノーザンライツって、これね、集結するそれはエヴァンゲリオンの、まあ、パチンコの CRQ のね、CM ソングです。オーダーナイツはアナウンスナイツ、これはアニメソングですね。こうやって今までにご活躍なさっております。ね。大変素晴らしい活躍をなさったこの2組、未だに活躍されているハイスバイ、まあ、麦芽も含めまして、アニソン、まあ、アニファインにとっては今も鮮明に記録されているこのご活躍をしている2組でございました。今週はこれで終わりです。ただ、前回同様、問題を出させていただきます。三択問題。今日の三択問題はこちら。はい。僕、トゥーミックス好きだったじゃないですか。トゥーミックスのラジオも聞いてました。で、実際にあったトゥーミックスの、ラジオ番組のタイトルは何でしょう。三択です。角川電波マガジン、トゥーミックスの、アスカ、何でしょう。アスカステーション。アスカープラネット、アスカージェネレーション、この3つのどれでしょうか。なんかどれもありそうだな。ということで、はい、正解ですね。この全5回のアップが終わった後の休み明けの、ニコ生で発表ということで、前回同様過ごします。次回やっときました。この男、平成時代を語るには。この人しかいない。この人がいなければ平成時代を語れない音楽史。ね。音楽史出てくるこの人。平成時代を弾きました。T 小室。TK。TK 聞いたことあるかな、みんな。世代外れたやつも聞いたことないかもしれない。たった一つの個人名。何これ。個人名？え？個人名って何があるの？ T 小室？え？え？え？はい、お楽しみに。 See you next time. バイバイ。